今回はトイレ室内のホコリ取りのやり方をご紹介します。ウェーブハンディワイパー超ロングタイプです。このヘッドのところにこちらの専用のシートをつけます。こうやって入れ込むと必ず使う前にこうやってヘッドをですね振ってあげると、そうするとご覧の通り静電気で盛り上がりますのでホコリがつきやすくなります。それでは実際にホコリ取りのやり方をご紹介していきますね。まずはこのシートが一番綺麗な状態で使いたいところがこういったリモコンとかホルダーとか手が触れやすいところですよね。便座の表面もそうですよね。でその後は高いところから低いところにホコリ取りをしていくということになりますので、まずは小窓ですよね。小窓もこう上の方から端っこもこんな感じで、トイレ本体のホコリ取りですけれども奥の方からやった方がいいですよね。高いところから低いところ、そして奥から手前にというのがホコリ取りの基本ですよね。こういった狭い隙間のホコリ取りが手前にいながら簡単に奥の方までできると。とりあえずタンクの裏側だけホコリを取りました。意外にこの蓋の表面にもホコリがついてるんですよね。取ってあげて、そうしましたら蓋の内側もホコリが結構溜まりやすいので立てた状態でホコリを取っていきますよね。丁寧にやりたいときは蓋を取ってしまうのがとてもおすすめです。左側のこの付け根をこう引っ張って持ち上げると簡単にこう取り外すことができるんです。ここにホコリが溜まりやすいんですよ。でそこのホコリ取りも取ることによってこんな感じで簡単にできますね。ここの溝ですよね、ここにもホコリがすごく溜まりやすいのでこうやって簡単にホコリを取ることができます。ここにもホコリが溜まりやすいんですよ。蓋を外すことによってしっかりホコリ取りできますんで、大掃除の時とかしっかり丁寧にトイレ掃除をしたいという時にはここやりたいところですよね。続きましてトイレ室内の低いところですけれども、まずはこのコンセントの上にホコリ乗っかってますよね。ここもしっかり取っておきたいですよね。そして今度はこのような感じで内側にこうくの字にすることによってタンクの下の方の奥、ここのホコリ取りができますね。台側も同じように便器の外側も結構ホコリがついてますんで、そこも奥の方までしっかり取ることができますね。忘れちゃいけないのが歯履きですよね。歯履きにもホコリが乗ってますんで丁寧に奥から手前に取ってあげると。で最後は床ですよね。床もこのようにくの字に曲げることによってほうきのようにこう使えるんですよ。どうもありがとうございました。